を伝えるスーパーファイト。鉄人アンディ・フグ、空手スピリットで KO の山を築く、そのファイトは少年たちの熱い夢を育んでいる。そんなアンディを目指し空手を続ける少年がいます。青銅会館所属、川口翔真くん、小学4年生。翔真くんには生まれつき左の手がありません。不自由さを跳ね飛ばす強さを身につけようと4歳から空手を習い始めました。空手は翔真くんに困難に立ち向かう勇気を与えました。もっと強くなりたい、アンディ・フグが翔真くんの目標です。思い切ってアンディに手紙を書きました。かかと落としを習得してアンディのような世界一の空手家になりたいと。その思いを受け止めたアンディは翔真くんを練習に招待しました。憧れのアンディとの初対面に緊張しながらも伝家の宝刀かかと落としを伝授してもらった翔真くん。手が不自由な翔真くんにとってかかと落としは大きな武器になるのです。必死に覚えようとする翔真くんの姿にアンディはある約束をしました。I will try my best on 22 and I will give all my high techniques and special the kakakotoshi for him. I do this. かかと落としの約束。翔真くんは練習試合でかかと落としにチャレンジ。でもそう簡単に決められる技ではありませんでした。翔真くんとの約束を守るためアンディは手ごわい相手に全てをぶつける。落としで頑張ってください。はい、よし。夢を乗せ、鉄人は戦う。アンディ選手の入場です。サブロケ。アンディ。K-1 界のスーパースターアンディは言いました。どんなに強い敵にも立ち向かう魂。くじけそうになっても絶対に前に進むことをやめない強い気持ちを。そして川口翔真くん。逃げ出しそうになる自分に必ず勝つ本当の私の強さを。もし今日の私から感じたら、もしよかったら人生でずっと大切にしてください。今日は私はあなたのためにかかと落としを披露します。そして今日のこの有明でのファイトは君のために戦います。そう試合前にメッセージを残しました。私の魂を感じてほしい、そう話した鉄人アンディ・フグ。ラウンド1ゴー。 K-1 スプリット99スーパーファイト、赤いグローブアンディ・フグ対モーリス・スミス青いグローブ。こちらアンディが34歳、モーリス・スミスが37歳、まさにベテラン同士の戦いになりました。ただ不思議なことにこれまでキックボクシング、そして K-1 界でこの両者の対戦がありませんでした。かかと落としを見せた。そうです、今日は川口翔真くんのためにかかと落としを見せると言っていたアンディ。第1ラウンド20秒経たないうちの披露となりました。かつてはこのアンディの敵を倒していくフィニッシングボーと言われたかかと落とし、そして今後ろ回し蹴りローキックを見せています。こちら赤いグローブがアンディ・フグ、青いグローブがモーリス・スミス。石井さん、はい、この二人が不思議なことに初対戦なんですね。そうですね、なかなか機会がなかったんですよね。はい、それにしても、まあ、格闘技ファンには楽しみな対戦になりました。そうですね、モーリスも勝つチャンスは十分ありますからね。はい、お互い喧嘩四つですから、確かにそうですね、アンディがサウスポースタイル、ただモーリスの場合にはサウスポースタイルのファイターともある程度戦う自信はある、きちんと見抜いていく自信があるというふうに逆にサウスポーの方がいいんじゃないですか。なるほど、モーリス選手は右のストレート右のアッパー得意ですから、まとめ正面から入りますからね。はい、なんといっても武器は右のアッパー、はい、アンディ正面から行くと、もらえますよね、はい、関根さん、はい、モーリス・スミスといえばこの前2ヶ月前にはアーツには敗れましたが、とにかく相手の強さを消すことがうまい。本当にうまいですよね。ですから今日もね、モーリスのうまさにやられなければいいんですけども、アンディ、はい、そうですね、しかしアンディももうベテランですからね、はい、自分の良さを生かしていくと思うんですけども、しかしドキドキしますね、この両雄の対決、初対決はね、とにかくレベルの高い細かい技術の応酬になるようなそういう気がします。高藤俊、今日2回目だ。
満員の観衆が沸きました有明コロシアム、1万人を超えています。ただモーリスもあのかかと落としに対するディフェンスはきっちり心得ています。モーリス・ミス、1983年から8年半、世界ヘビー級のキックボクシングの王者を守り抜きました。その一つ伝説を作り上げたモーリス・ミス。そして K-1 世界一を決める大会では優勝1回、準優勝2回、そして今年もグランプリの優勝を狙うアンディ。まさに長年お互いに培った技術、そして経験のぶつかり合いです。詰めていったアンディはモーリスがどうしても深く潜り込んでくる、そこでなんとか膝蹴りで相手を倒す、その形を試合前再三練習したといいます。モーリスは打っていく、ロープを背にしたのはアンディ。あ、そういうこと言ってました。はい、そう言ってました。あのモーリスがアーツ戦、もしくは昔のベルナルド戦見ても、相手の右から回り込んでいって、でタックル気味に行きますよね。そこを来るところを空いたボディを膝を打っていきたいと。なるほどね。その成果はいつ出るんでしょうか。モーリス・スミスも冷静です。第1ラウンド3分が終了しています。見ていてくれたか、ショーマ君。君が強く生きるための道しるべとなるように、君が本当の強さを持ってくれるように、君と僕との約束のかかと落としを見てくれたか。そして試合は3ラウンドへ。第3ラウンド、赤いグローブアンディ対青いグローブモーリス・スミス。 K-1 でグランプリ優勝を飾ったこともある K-1 界のスーパースター、そしてもちろんその原点は空手です。赤いグローブアンディ・フグ対するアメリカ出身、青いグローブのモーリス・スミス。かつて8年半キックボクシング界で無敗を誇ったそのモーリス・スミス、後ろ回し蹴りを大きく見せていきます。なんかアンディはやっぱ余裕ができましたよね、戦いの中にね。あの表情も非常に柔らかいですね。そうですね、前はもっとね緊張して戦ってたんですけど、なんか戦いを楽しんでるような表情ですよね。はい、あの石井さん、先日あのトレーニング話を聞いたときに、最近は戦い楽しんでる、まさにそのことを言ってました。そうなんですよね。逆にだからそのいわゆるグローブに慣れたことにより、はい、その空手時代にですね、出したかかと落としとかいろんなパンチが出るようになりましたね。これですね、ラッシュだ、アンディのラッシュ、右から左、このパンチのコンビネーション、ましたよ。第2ラウンドから出てきました。田村さん、はい、アンディサイドはね、もし相手が頭を下げたら積極的に膝狙い言ってますね。おー、そうですか、頭を下げてくる、そしてもっともっと下の方、いわゆる腰から下を攻めていけというアンディサイドの指示。まさに緩急が出ましたよね。はい、確かにその通りです。アンディ非常に余裕があります。今度はモーリスが打っていく、左ボディ狙っていきました。豪快なモーリス・スミスを逆に翻弄してますもんね。珍しい光景ですね。普通であると若い選手たちがモーリスに翻弄されるんです。川村さん、はい、スミスサイドはですね、やはり距離を詰めてアンディの懐から今度はアッパーを狙ってみろという指示です。はい、懐からアッパーを狙っていく。今ここでちょっと決まりましたね、ダメージ与えてますね、モーリス。一瞬脇腹を抑えました。さあ再開です。さあ後ろ回し蹴り、アンディ笑っている、笑顔です。かかと落とし、今日3回目。モーリスよりも戦いの主導権はむしろ赤いグローブアンディ・フグ。そうですね、なんかあの横綱が、はい、あの幕下で胸を貸しているような戦い方してますよね。ただこの2人の力はそんなに違うわけではないんですよね。でもそんなに今変わってるんじゃないですかね。あ、そうですか。このあのやっぱりアンディが3年4年 K-1 でもらえた中でね、そのぐらいの力の差が出ちゃったかもわかんないですね。青いグローブモーリス・スミスは57勝7敗というプロの戦績があります。対するアンディ・フグ30勝8敗ナックアウトは20を数えます。円熟の境地に達したこのアンディがやはりモーリスを今日打ち破るんでしょうか。さっきスタンディングながらダウンを奪いました。出た後ろ回し蹴り、ね、左足が大きく描いている。ああいう大技がどんどん出るようになったんですね。そうですね、アンディは。だから逆にもうあのパンチに対して完全な自信を持ってるんでしょうね。はい、何か自分の技のキレ、そしてそのバリエーションを楽しんでいるようなこちらアンディフグ、赤いグローブです。第3ラウンド、モーリスからダウンを奪っています。モーリス選手とのその後もアンディは多彩な技を繰り出す。アンディフグサウスポー、結果は判定へと持ち越された。グランプリ勝利、優勝を狙うアンディ。鉄人アンディフグが伝説のキックボクサーモーリス・スミスを下しています。川口翔馬くん、大きな拍手をリングサイドから送ります。今
今放送席の前を過ぎて試合前、君のために今日は戦う高藤落としを見せる約束した川口翔馬君とがっちり握手です。にっこりと微笑んだアンディ、そして握り返した川口翔馬君、たくさんの人の心をまた今日アンディの技、鮮やかさを残しました。